ンバンで食らって、でも結局右当ててグラつかす、ね、right, ゲーム始まりだす。もう始まってしまいました。 Here we go。様子を見ています。楊選手、おお、なんか高井まだなんかパンチ出してないですね。おお、どんなチェスマッチが行われているんでしょう、ね、結構スローでいくんだ、うん、でもあれもディファイアン選手あまり絶対、まあ、あまり仕掛ける気はなさそうですよね、うん、ワンツーで入ります。井上尚弥、やっぱりスピードがありますね。スピードあるよ、うん、あれ結構、うん、まあ、うまく戦ってますよね。結構パンチあると思うよ、このアレン。アレン選手、うん、うん、まあ、体は強そうに見えますね、本当に、うん、本当にすごい。なんか減量のリカバリーも良さそうだし、あ、なんか詰めていくと井上尚弥本当に距離をうまくコントロールしますね、うん、おう、ジャブが当てます井上尚弥、おう、えい、特にラウンド1 done、 ラウンド1 is done、 特に何も起きなかったよね、うん、うん、アレンあんまりなんかパワーに、井上尚弥のパワーにあんまりそんなの注意しなしてないよね。まあ結構警戒してると思うけどね。ダスマリアスはもうほとんど逃げてないといけなかったじゃん。ね、最初から。そうですよね、うん。うんうん。結構ガードも上手いと思います。しっかりしてるよ。ディファイン選手。うん。うん、ディフェンス力はダスマニアス選手より上手いんじゃない？うんうん、うん、でもちょこちょこジャブも入れましたし、そうだね、ディファイン選手。 Right, round two. Round two. ただ井上は一発効かせるとも厳しいよ。もうそれで全部変わりますもんね、うんうん、ボディジャーブ、おお、2つボディから左フック上に打ちますね、ディファイン選手。ディファイン選手のそのパンチ当てる距離近いんだね、うん、おお、もう一回同じコンビネーション、でも井上選手全部ブロックしますね、ね、プレッシャーかけてます、前に出ます、おお、スピード速いですね、速いよ、うん、そう、ワンツー、ディファイアンも井上尚弥、カウント左組になってる、うん、ディファイアン選手も左狙ってます、ああ、スクッジャーバー井上、
ダブルジャブ、はい、井上。あのジャブは嫌がりますよね。おさっきファン選手が何言った本当にいけそう。当てる、パンチ当てる距離近いね。近距離で、超近距離で当てるっていう。いや、当てたいところが近い。おー、右アッパー、by 井上直弥。おー、ワンツー、by 井上直弥。戻してるよ。オーバーハンド狙いますね、でも。井上直弥。でも足で、ね、アンディパイはそんなチャンス上げてないから、うんうん、あまり隙を見せてないです、ね、あのそのジャブに対してジャブもカウンター結構、うん、いいね、ガードもしっかりしてる、うん、そう、もしかしたら出すマイナスの3ラウンド以降いくかもしれない。でも今プレッシャー感じてるね、うん、ちょっとプレッシャー感じてる。いやいや、もうステップをテンポ上げて、そうですね、そのなんていうんでしょう、ギリギリ防げてる感じはありますね、うん、そのスピードに対して、うん、You know, it's like ギリギリ防いでる、でも返せないっていう感じ。まあガードもらってるけど、それ嫌がってる感じだね、うんうん、相当パンチ力があるんだね、うんうん、でちょっと仕掛けると井上が左フックで合わせようとしますね。ラスト30秒になります。ラスト30。That's a good job. ジャブはうまく返してますよね。うん。Nice job. おお。腕に当ててるんだけど。うん。痛いと思いますね。おお。おお。ジャブ。ああ、早い。ラスト10秒。ジャブ早い、ジャブ当てて、おお、ベリーナイス、今の重いジャブ当てました。ディファイン選手右、あれ当たった、右最後のやつ、no. 当たってない、肩に当たったと思う。いや、井上直弥が肩に当たった、うん、けどディファイン選手は、ね、ディファインも当てたんだ、出したけど、でなんか最後合図したもん、おお当てたよってでも当たったのかなって思って、おハイライトで、うん、ハイライトで見えるかな、惜しい、惜しい、すごい、ここでしょ、 I think No、 ここじゃない、今のいいジャブですね、多分見せないんじゃないジャブ重いですね、重いよ、早い、早いし重い、何なんだろうね、早いんだよね、うん、でもその早いなんかピッてなんか変なチョコジャブじゃない、no, ドン、no. ドン、ドンってなんか、right. ラウンド3、あ、ベルが聞こえなかった、ちょっと1秒外れてるかもしれない、 Here we go、 ラウンド3、これをサバイブすれば出すまですよ、出すまですよりはいけたっていうことだね。おお、左フック当てます、井上直弥、あのジャブ困ってるね、うん、見えないと思うよ、縦拳とか横とかもずっと混ぜてるし、うん、下から、下から上から嫌がってるからちょっと前に 出始めてる、うん、でも左フック、うん、でも左フックもらいましたよね、そう、前に出た途端、でもガードは高いしバランスもまだいいですね、ディファイン選手焦ってないよ、うん、やっぱり戦い方は分かってるっていう、おお、右がかすりました、アラディパイエンのお、このその近距離のパンチですよね、近いよね、うん、本当に意外、うん、おちょっとボディ効いたかな、おお、あ、ボディ、ちょっとボディ効いたかもね、あ、頑張れ、あ、ダスマネスよりはいけるおお、ワンツーワン、コンビネーションつなげていく、うん、狙いや、おお、惜しい、ワンツーを狙いますね、ハーフタイムです、ハーフタイム、井上は行ってますね、ダジャーブで、その ステップワーク、ボディストレート、ボディストレートちょっと入ってますね、フェイントを見せてます、井上は、
ワン、ツー、ワン。その最後のツー、ワンが当たりますね。ディファイン選手、ボディに返しますけど。ガードを殴ってるよ。ガード殴ってますね。まあ、あと1分か。おーガードを殴ってる。ボディ来るよ。今のボディ来るよ。ああ、だって左ボディ。Oh my god。もうジャブ地獄だな。もう何もできないよね。おー右フック。ああ、ジャブ。ラスト30秒。おう、右フック。左ボディ。あ、でもうまくガードしてるね。ラスト20秒。ラスト10。ラスト10。おー、マン。おー、ワン、ツー。でなんかディファイン選手がよし返すぞってなった時に井上がプイッて下がって、ちゃうからもういないよって感じだから。 Oh my god。 アッパー当たったんだ。 And then the hook。 はい、でもうまくよく立ってられたね。あれ、うん、まあこのラウンドでダウンは1回くらいあるんじゃない。可能性あるよ。うん、どれくらいリカバーできたのかな、ディファイン選手。どうなんだろう。Alright, round 4! とりあえずダスマニアスよりはいけた。そうだね。おお、フックから中に入ってコンビネーションつなげますね、ディファイン選手。おお、でもボディを攻めます、井上尚弥。左フック。おお、there's that upper! あ、おお、that triple upper から左ボディ、すげえ。おお、右フック、左アッパー。ああ、もうアランディファイもやってやるぞって感じだけど、ああ、左アッパー入ってるね。うん、ジャブバイ井上尚弥。アランディファイやっぱり下がるしかないですね。おお、ああ、左フック、左フックが当たります。おお、ああ、今のはクリーンに当たったね。うん、おお、そのジャブがもうやばいですよね。おお、もう話出てますね、めちゃくちゃ、ディファイン選手。おお、左ボディ。おお、でも返します、ディファイン選手。ガッツありますね。うん、ボディから、おお、右フック。あの近距離からの右フック危ないですよね、ディファイン選手の。ああ、the jab gets the nose again。 Oh my god。 それ、アレンの血じゃないの。おお、井上尚弥カットしてる。ああ、あの右でカットした。へえ、ほんとだ。さ、最初アレンの血だと思ってたんだけど、アランもブリーディングだよ、鼻から。うん、前から。いやでもその血が井上尚弥についたと思ってたんだけど。あ、でもジャブワンツー練習します。オーマイグッネス、オーバリー。おお、でも飛び込みジャブちょっと当てます、ディファイン。おお、井上尚弥下からジャブ、もうオーマイグッネス、ウォー。ラスト30秒。おいおい、おお、右当てたね。でも下がりながらだから。おお、でも今回はいい右。おう、いやでも井上はわざわざ左だけでやってるやんね。え、おお、ボディ効いた。
左ボディ、あっ、マイガード、あんなに左出して疲れないのかな。疲れないでしょ。いろいろカット見せて、反対側だよカメラ。ああ、ああ、 and then a body、 It's like triple triple upper からボディ、1 2 all the sun、 oh my god、 body、 ああ見せない気だよ。あ、でもカットしてないんじゃない。そう、アレンの血だったじゃん。そっか、いや、そう、そう、そうだね。さすがシーン、よく見抜きましたね。カットしてなかったです。タイスタイルだね。いや、なんかチラッとね、解説がカットって言ったから、うん、マジかって思って、タイム忘れた。あっ、ダメ。面白い、何回忘れるかっていう。あ、てかタイマー出てないじゃん。うん、こっちもタイマー忘れた。配信の方もタイマー忘れたね。ああ、36。OK。じゃあ、ちょっと待って。ああ、ああ、14。まあ、この近い近距離の戦いになってきてる。ああ、でも、井上尚弥、左ボディ、ああ、でも、あれも頑張ってるけど、威力が違うね。うん。Alright。ああ、右フック。ああ。威力が違うか。やっぱりその左をあんなにもらって結構ダメージ積み重なってますよね。うん、だって顔も結構はる、うん、やられてるからね。うん、ああ、まあでも笑いますよ。ランディパイン。でもガードしてますよね。うん。ジャブワンワンツー当たりませんね、アランディファインの。おお、アッパーフック、ボディから左フック。うん、だけど全部ブロックします、井上尚弥。ジャブジャブで、もうすごいプレッシャーですね、井上。まあそうだね、井上尚弥、あんまり早い。ああ、かだ、左ボディ。うん。でも、聞いてないよって、アランディパインが見せた。まあ、ちょっとね、あれ、ちょっとショー見せてるよね。あ、ほんと？うん。で、3ラウンドやさすがに早すぎる。ああ。で、みんなこれ見に来たんでしょ？うん、早く終わらせないよ。なるほど。でもまあ、僕、勝手な意見だけど、いつでももう、いける。ペース上げて倒せると思う。それくらい弱ってる、ディファイン選手。いや、ああ。結構ただディフェンスだけしてるじゃん、ディファイン選手、うん。倒すの難しいんじゃない、そういう選手。まあ、綺麗に倒したかったな、でも。ああ、倒したかったら倒せるよ。いや、マクドネル選手。できるよ。うんうん、でも7ラウンドぐらいでもう、もういいんじゃないってやるんじゃない。あ、なるほど。まあ、I don't know、まだ、あ、まあそうだよね。いや、うん。それかそれくらい打たれ強い。まあ、打たれ強いのは間違いないんだけど。Oh, man。
次は6ラウンドでしょ、うん、あまりにも続くとでもレフリー止めるんじゃない、もう普通にダウンされてないけど、うん、まだまだだけど、ああ6ラウンド確かになんか、おお先ほどの左左フック命中します、でも倒れませんねディファイン選手、倒れないけど、その井上尚弥がなんか注意しないというようなものも思ってないから、うんうん、オーバーハンドが出ます。井上尚弥ジャブがやばい、おう、ワンツー、はい、井上ジャブ、ああ、左ボディ、左ボディ、ああ、聞きましたね、うん、ああ、左ボディ、左アッパー、ラスト1分、oh, man. えい、でもさ7ラウンド以降いけばジェイソン・マローニー以上ですよ、そうだよね、うん、でもまあなんか完全に全部10対8ラウンドだよね。いや、うん、たくさんのラウンド10対8になるよね、うん。だって手出せてないもん。何もできないもん。うん、ラスト10秒。もうこれエキシビションじゃん。そうだね、やっぱり、うん、やっぱりハイライト見てみちゃおうか、ジャブから、いやー、ガードにストレート当てるのもやばいよ、うん、これはすごかった、おアッパーをかわすもん、こうやってシュッ、やばいね、うん、何言うとこだった、ああそういうやっぱりライバルが大事だって、ライバル、でもそうだね、セコンドも止めちゃうから、ただ対人は頑丈だよ、そうですね、ラウンド7、でも倒したければ、おう、え、何今の、知らん、左フック当たったのかな、あの左フック、ボディ効いてないよって見せて返します、アランディパイエン、喋んなって言ってるの、なんか喋るなってなんか言ってたじゃん、あ、そんな感じかな、うん、声出すなって、いや別にいいじゃん、別にいいと思うけど、うん、
まあ、ここではダメみたいですね。おお、ジャブを直撃そう、コロナが時期だからね。ああ、うん、殴っていいけど、声を。おお、ね、聞きました、右のパンチですね。わあ、あれでも、わあ、タフだよ。だって、打ち返すもん、こうやって、アラニファイン選手。でも、井上もそろそろ終わらせたいよ。そうですね。うん。首相撲。首相撲パンチ、また右のパンチから左ボディ、おお、こうインファイティングになってますね、もう井上尚弥、おお、またボディを当てます井上尚弥、なんか頑丈ですね、うん。でもこう回る方法もうまいよ。うまいと思います。うん。ああ、左ボディ。ワン、ツー、左ボディ。おお、たまにそういうの出すんですよね。めちゃくちゃあの必殺のオーバーハンドとか、うん、左フックとか。でも、まあうまいですよ、ディファインスにこうやって動くもん、当てられた後、効かされた後、うん、井上尚弥サウスポーになったよね、サウスポーになった、うん、またオーソドックスに戻ります。井上尚弥選手がサウスポーになると相当余裕ってことなんですか、ね、まあ、多分昔はよくやってたよ。ああ、そうなんですか。よくっていうか、よくじゃないけど、昔やってたね。わお、7ラウンド行きました。ちょっと想像外だよね。想像外ですね。ああ、でもここで、どうなんでしょうね。ディパイ判定ボーナスとかもらうのかな、どうなんでしょう、裏で。裏でありじゃない、そうじゃないともうきついと諦めちゃうじゃん。おー、あー、テンプに当たりました。まあそうですね、対人スタイルで。あー、でもいいの当たってるんだけどね、あれの思うより、うわー、打たれ強いよ。オーマイガー、あの左ボディ効きましたね。いやー、打たれ強いですよね、うん、タフタフ、うん、まだもダメージが重なってますよ。うんうん。ラウンド8。ラウンド8。これ判定に行く可能性ありますか？わおわお。どうなんだろうね。まだ倒れてないから。うん。おお、たまにそういう飛び道具、ファイトバックしてるからね、飛び道具出しますもん、たまに。その短い右フックだけがね、うん、でもあの右フックも全然なんかナックルで当ててるフックじゃないし、ああ、まあ、これ判定いったらすごいよ。でも限界がもう近いと思う、ディファイン選手の、うん、うん、あいやいやい、もう ずっとバックフットだもんね、うん、ずっと下がりながら出るもん、おいおいワンツーアッパー、井上尚弥、ワンツー、
井上尚弥のその左カウンターズめちゃくちゃ怖い。怖いよね。うん。ああ。ああ、ボディから頭。ああ、ダウン。左フックだよね、それ。左フックでダウン。あと30秒くらいかな。よし、ここで、ああ、また左で止めました。レフリー止めます。もう勝つチャンスなし。TKO8 ラウンド、ジェイソン・モローニー以上でした。アラン・リパイエン。そういうことになるのかな。いやどうなんだろうね。ジェイソン・モローニー、そうだね、ジェイソン・モローニーパンチやってたっけ。たまにジャブとか当てましたね。うん、うん、そうだよね。わあ、でもすごい余裕で勝ちましたね。うん、うん、危ないところは全くなしっていう感じ。本当にそう、うん、まあジェイソン・モローニーもそうだったし、うん、あ、ダスマニアスもそうだったよ、うんうん、あえて左だけ使ってたよね。でも絶対そう。あんなに左連発、ジャブもほとんどあれだと思う、うん、でダメージパンチはあのジャブだったもん、ほとんど。そう、うん、モンスター、モンスター、左フックだったね、うん、2人とも間違ったね。 Yes、 左フックでした。うん、まあリードパンチで倒しましたね、井上尚弥。うん、そうだね、もうジャブ、おっしゃる通りでした。ジャブジャブジャブ、左アッパー、左ボディ、最後は左フックでダウンで、最後はカウンターで左フックやってた。うんうん、うん、